クリティカルパス。科学的な予測には弓を後方に大きく引けば引くほどより強い前方を射ることができるというアーチュリーの技術に似通った条件がある。こうした理由から我々はこの本を4回の氷河期を超えて500万年を遡る人類の戦士時代をめぐる考察と、ついで地球上に人類が出現したと科学的に証明されることが少なくとも350万年前から始められたのである。我々は我々の人類の戦士時代をめぐる考察の正当性を確認している。なぜならば我々の推論は人間が裸で存在できる生理的限界と環境が許し誘い出す人間行動、さらに人工物による環境の改変とそれに伴う環境設定および能力拡大が進展した結果に基づいているからである。我々の推論もまたシナジティカルに包括的なのである。我々は地球上での人間の存在をくまなく概観することで2種の主要な進化の傾向を発見する。第2種の進化傾向とは、環境を変える人工物の暫時的な導入によって変化し適合するための人間の主導権の獲得、あるいは政治的改革の結果生じたと思われる全ての出来事である。第二種の進化における出来事は全て人間のエゴを助長し、人間に不都合な変化をよそ者や神の仕業にしてしまう一方、好都合な状況変化は自分たちの功績のように思い込ませるのである。もし権力機構の指導者たちが現在の持てる者たちの富をさらに肥やすために、あるいは彼らが仮想上の敵の攻撃から軍事的に防衛するために利用できる自然の富すべてを現金に変えることが正当であると、それが地球上の人間存在を周到させるほどの犠牲を払うことになろうともということに決定して、それこそが権力機構の指導者たちの神聖なる特権だと決定すれば、人類が結果的に宇宙を動かしていることになってしまう。第一種の進化的傾向は全ていかなる人間の想像力、計画、操作、そして腐敗に対しても全く超越的である。第一種の進化は地球上への人間の出現に起因する。人間は常に裸で生まれ、数ヶ月にわたる間は無力で未経験で、したがって無知で、腹を空かせ喉を渇き好奇心が強く、だからこそ試行錯誤によって獲得された経験を斬新的に積み重ねながら生き延びる道を学ばなければならない運命にある。第一種の進化は人間の言葉、聴覚的、音声的によるコミュニケーションという全く予期されなかった突然の発明と、それによる様々な経験によって獲得された情報の総合にその原因がある。そして多様な情報の統合は生命への緊急事態に対応する人類全体の能力を十分に増大させたのである。経験によって得た情報の全体を暫時的に統合した後に、第一種の進化は記述的または視覚的伝達という思いがけない発明に導かれた。そうした手段によって死者が生きる者に語りかけることが可能になり、時代から時代へと全体が記憶されていく情報の歴史の中で、人間の精神は時として反復パターンを発見し、それは次々と広範に及ぶ法則化された科学的原理の発見へと結びついたのである。第一種の進化は安全な食べ物としてコミュニケーションの方法を子どもたちに示す権威あるメモリーバンクとしての役割を父親や母親に幾千万年にもわたって演じさせてきた。両親は子どもたちのために自分たちが生まれたシステムとうまくやっていくには何ができるか、あるいはできないかを教えた。両親はまた子どもたちに何を信じるべきか、あるいは信じるべきではないかを教えた。歴史の中の子供たちにとって両親は
権威そのものであった。両親が子供たちに伝達する無数の卑怯的な筋の通らないやり方は子供たちによってオウム返しに繰り返されたのである。自分たちにしか通じない方言がこのように増加した結果、次から次へと生じてきた多くのズレが初期の世界に多くの異なった言語を増殖させていったのである。1920年代の半ばにおける第一種の進化は、ラジオの音声の方が親たちよりも多くの問題についてより最新の情報を伝えてくれることが世界中の子供にも親にも明らかになったことであった。両親は決して子供たちにラジオの人の方がより権威ある情報を持っているとは言わなかったが、そのことはたった今ラジオが言ったことを告げるために林家に駆け込む両親を目撃して、子供たちの中には自明のことであった。放送局がブロードキャスターに選んだ人々は、親たちが話す無数の自分たちにしか通じない仲間言葉と違って広く一般に通ずる話し方を基準に選ばれたのである。ラジオの人たちはまた語彙の豊かさや量や豊かさと、そうした慣習に従った言葉を操れる才能ゆえに選ばれてもいた。ラジオの人たちの方が親たちよりも偉大な権威者であるということは子供たちにも明白であったので、彼らは今やラジオの人たちの言い回しや語彙を熱心に見習うことになった。親たちは子供たちの下した評価を軽んじることなく、共通に認められた様式化した語彙をさらに拡張していく。ラジオの人たちによる発音法を学んだことである。半世紀、人間の二世代間にわたるこうしたことが完全に世界の言語を変化させ改善していった。音の速さは時速約 1100km である。電磁放射は時速11億キロメートルである。音は例えば地球の大気中のような電動媒体でのみ伝わる。電磁放射は宇宙の中を無限に伝わっていく。人間が視覚的に得る情報量の範囲、速度、意味は聴覚で得られる情報量のそれの100万倍以上である。アメリカの総合大学と短科大学の学生のうち、1965年度の学生とテレビがアメリカの家庭に入って年に生まれた1966年度の新入生とは、ワールドニュースに対する意見を初めてことにするようになった。1960年度生まれはしばしば血のつながった両親よりもテレビの音声や存在の方を耳にし感じ取って第三の親によって育てられた最初の人類である。テレビは絶え間ない痛み、苦しみ、災害、オリンピックの勝利などに関する世界中のニュースを日々視覚的に従って生き生きと要点をかいつまんで話をしてくれたのである。若者たちはこんな風に言っていた。パパやママが私をとっても愛しているのは知っている。そして私も二人をとても愛している。でも二人にはそれがどういうことか分かっていない。会社やゴルフ場や病院から帰宅して座ってビールを飲み、ちょっとだけ会話するか連続コメディを見るだけ。あの二人は私たちがベトナムに行くことになっても知らん顔。私たちが月へ行こうとも気にならない。生活のために稼ぎ、そのお金をテレビが広告する商品に費やす以外何もできやしない。世界全体が困った状態にある。私はそうした困った全ての人たちに同情する。大人たちは今起こりつつあることに気づいていないし、見当違いなことに気を取られすぎている。だから私や私の同世代の者たちは自分たちの力で考え、世界を動かしていくために何をする必要があるかを見つけ出さなければならないのだ。と、第四章の自己規律の冒頭で述べた通りに、大人たちはラジオの時代が来るまではいつも若者たちに次のように言っていた。お前たちは何を考えようと関係ない。よく聞け。我々がお前たちに教えてやろうとしているんだ。ところが
テレビが若者に対して彼らの親たちには何についても大した知識がなく権威などではないことを露呈されてしまったので、若者たちは直感的に自分の考えを持って行動しなくてはならないと思うようになった。そうは言うものの、彼らは世界の出来事に全く疎く、理想は高いが簡単に利用されやすかった。カリフォルニア大学バークレーキャンパスやその他の様々な場所で突然かつ自然発生的に起こった歴史的事件が大人の権威を若者たちの間で永久に失墜させることになった。1966年度生まれの若者たちは、自分たちは家庭や大学、州や国に対して何ら特別な忠誠心を感じていないと発言し、世界にショックを与えた。大人たちは、1966年度生まれの若者たちは考えられないほど不道徳であり、理想を欠いていると思われた。しかし、決してそうではなかった。彼らはそれまでのどの子供たちと同じように理想を求め、同情心にあふれていた。ただ、彼らの忠誠心は全人類に向けられていたのである。彼らはもはや辺境の階級意識や人種偏見の犠牲者ではなかった。彼らの理想主義はたちまちにして共産主義者、資本主義者の隠密的操作による心理的ゲリラ作戦に巧みに利用された。やがて若者たちは思考することではなくて、穴を開けた袋をかぶって敵を棍棒で殴ることに頭を使っている自分に気づいた。多くの若者たちが物理的闘争や政治革命ではなくて、適切なテクノロジーによる問題解決をめぐる私の講義に耳を傾け始めた。私の話を理解した彼らは、人類には望んだことは何でもできると言い始めた。なぜ僕たちの政府や家族は人種偏見にとらわれたおしゃべりばかり、戦争に富を浪費することをやめないのか。それらはすべて全人類の半数の必要を満たせるだけのものとなりそうだから、戦争は必要だと単純に彼らが思い込んでいるためだった。若者たちは尋ねた。なぜ投下した資源の単位あたりの効率を高めて十分に行き渡るようにしないのか。大人たちは、お前たちが何を考えようと関係ないを繰り返した。だから若者たちは尋ねるのをやめてしまったのである。大人の権威によって若者たちは何百何年も全く何の疑問も抱かずに育ててきた後に、そのメタフィジカルな断絶、それはちょうど赤ん坊が生まれて自分で酸素を取れるようになったらへその緒を切るというフィジカルな対応があるようにが生まれた。その時、人類は全体的な情報の重要性に関する年長者による多くの誤解から脱却して自らのイニシアティブを発展させることができるほど十分に批判的な関連情報をすでに手に入れていたのである。この断絶の経験はあらゆる第一種の進化に典型的なものである。それは全ての第二種の進化、すなわち人間の企て、目論み、ごまかし、あるいは堕落、そういうことに対して常に超越的である。同様に第一種の進化に典型的なのが、私が前の章で何度も述べた二つの傾向である。機能を形作り実行する際に、その単位あたりの機能に投下する材料の重量および体積を減らしながら、かつてなく高い効率性および十分な効果を達成する目には見えない科学的、冶金的、電子的な生産、すなわちエフィメラリゼーション、短命化と、それをかつてなく短い期間で進行するアクセラレーション、加速化とである。ここに 3×4 世紀の間に第一種の進化におけるこうした互いに調和する作用が明らかにされてきたのであるが、いまだに世界の経済学者や政府首脳や財界の指導者たちは気づいていない。アクセラレーションが
目立ってきたという大衆的な直感はあるが、それは公式には留意されていない。政治家や財界の指導者の中にはあくまでも個人的にポケットコンピューターやクォーツ時計が突然使えるようになった状況を認識する人たちもしばしばいる。しかし彼らはこれら個人的な楽しいものが全体的なエフィメラリゼーションとアクセラルゼーション傾向の一部を示していることも、この約4分の3世紀ほどの間にエフィメラリゼーションとアクセラルゼーションによって十分に楽しみ享受できる生活水準が1900年には全人口の 1% に過ぎなかったものが1980年には 60% にまで転換したことも理解していない。今の人たちは1900年以前の歴史上のあらゆる王たちも財界の有力者も享受しなかったような高い生活水準を享受しているのである。第一種の進化こそが今世紀の劇的に向上した生活水準を手にした世界人口の 60% に当たる人たちの平均余命を2倍にした1980年までにのである。どんな科学技術の進化にも基本的な行動パターンがある。まず広範に及ぶ法則化された原理の科学的発見があり、それが個人の実験を通じた証明による主観的な現実として生じる。次にある特別なケースでの発明によってその原理が客観的な使用目的をもって使用される。ついでその発明が実践的に移される。これが人間に物理的環境に対する飛躍的な技術的優位性をもたらすのである。それが社会の道具で成功すれば、その発明はさらに広範囲に急速に、そして至るところで用いられるようになる。例えば小さな鉄製の蒸気船はより早く強力な太陽の巨人であるより大きな艦隊へと絶えず連続的に発展していくのである。同じ仕事をもっと経済的に行う他の方法を発見するときに、例えば年間の往復航海回数を基準にして考えると、200トンの太陽横断のジェット機の方が8万5000トンのクイーンメリー号の乗客を運ぶ能力より優れていることを発見するときに、そういうときがやってくるのである。すべての技術曲線は重量と容積で巨大化のピークに達すると小型化の進行が始まる。その後さらに新しい経済的な技術に引き継がれ、そしてより少ない物質でより多くの効果を連続的に進展させる同じサイクルが繰り返される。つまり最初は巨大化して、例えば船体の長さを2倍にすることで浸水で船体表面積は4倍になるが、運賃収入の対象である有効積載量は8倍になるという有利さを獲得していく。より進歩した大きな船を所定のスピードで航行させると、そのコストは浸水船表面、体表面の摩擦の増加に正比例して増えるから、浸水船体表面は4倍になるごとに8倍の運賃収入の対象となる有効体積が得られることとなる。ことは、これは船体の長さが2倍になるごとに同じ時間と労力で2倍の利益が得られることを意味する。このように逃避級数的に大きさの増大によって獲得される有利さの原理は船と飛行機の両方に適用できる。しかし遠洋航海船の大きさを倍化させていくことは結局のところ問題に突き当たってしまうことになる。例えば300メートル以上の船体を持つ遠洋航路定期船は2つの大波にまたがらなければならないだろうから、そのためには大きさを2倍にしなければならない。そうし、しかし大きさをさらに2倍にすると船は世界の大海峡にも艦ドックにも港の水深にももはや合わなくなってしまうだろう。この時点で全く新しい技術の交代によって
より少ないものでより多くを生む小型化が結果としてまず発生せざるを得ない。巨大ゴリアテの棍棒に勝ったダビデの投石機の石は巨人の手の届かなかったところから放たれたのである。このより少ないものからより多くをなそうという包括的で容赦のない傾向は一括して斬新的なエフェメラゼーションとして知られている。エフェメラゼーションは完全な無によって全ての最大極限を成し遂げるという傾向に向かって、それは全てに重さのあるフィジックスは全て重さのない知性のメタフィジックスによって支配されるという傾向である。人間のミサイル発射技術と人々が死に至るまで戦争し逃走することの全てがこの拡大化の後の小型化という基本的な進化パターンをたどっていった。全ての人に行き渡った生命を維持させるだけの十分な食料がなく、また将来も決してないであろうという仮説に立ち、基本的に不十分な資源の下でどちらの側が生きるための最も有効な理論を実行できるかを明らかにするためには戦争を繰り返して成り行きを見守るしかないという結論に至る。人類は常に正確さを増大させつつ、より早く、より遠くから、より少ない労力で、より多くの殺戮を耐えることなく行ってきた。殺戮は、投石から、槍、投石機、弓矢、ピストル、マスケット銃、大砲、そしてついには兵器を運ぶ巨大な軍艦を用いるまでになった。突如、わずか2トンばかりの飛行機が魚雷を搭載して、4万5000トンの軍艦を沈めるようになった。爆弾を搭載した時速 3200km の飛行機より、原爆を搭載した時速 26000km の極めて小重量のロケットの方が性能が優れているということになった。もし、もっと適応した少数者だけが生き残れるという考え方に導かれた世界戦争が続くならば、時速11億 km で作動するほとんど無重量の死の光線が出現することになるだろう。そうした歴史の中で、現時点ではウラニウム爆弾が水素爆弾にとって変わり、そこで両陣営のどちらかがその新しい最強の武力を用いるならば、両陣営はもとよりそれ以外の全ての人類も消滅するであろうことが明らかになった。したがって最強の武器を使用することはできない。また同じくらい強力でお互いを破滅させてしまう生物及び化学ガス兵器も使用できない。そこで両陣営は共に敵の人間を殺すことが自分たちの目的ではないと気づいたのである。敵のイデオロギーを殺すことが目的である。敵の人間を殺せば敵に世界中の人間の同情と支持を集めさせてしまうことになる。敵を除いた世界中の人々から良い評価と支持を得ることが新しい世界戦争の目的の一つなのである。この時点で両陣営ともより小さな、より原点的な殺戮でより大きな戦果を上げる、つまりもっと政治的経済的に荒廃させる技術の開発に取り組み出した。まさにエフェメラリゼーションが極めてより小さな機械へと向かい、そしてテクノロジーを限定された人間の感覚領域から広大な不可視の電磁スペクトルの現実の領域へと導くように、兵隊が接触して行う目に見える戦闘も大部分なくなり、不可視の心理領域に突入していったのである。主要な世界戦争の目に見えない新たな小型化の局面では、どちらの陣営もゲリラ戦で注意を引きつけると同時に、ベトナム戦争で行われたように国家転覆や破壊活動、外部から想定した敵国へ経済状態の中で不満を抱えるありとあらゆる層への巧みな扇動に攻撃の主力を移していくのである。この新しい不慣れな世界戦争を遂行するために転校した人間をわざわざ送り込んで
相手側の人間の説得に当たらせたり、自国の政治形態を捨てて、それまでは敵だった側の政治形態を受け入れさせた必要はない。その代わりに彼らはどこからでもよいから、明らかに不満なところを探し出して、あらゆる心理作戦を使って大衆が混乱に陥り、デモやテロなどの状況が勃発するまでその状況を拡大させるように、その国の人々に即座に影響を及ぼし、誘い込み解き伏せることができる。これは敵の経済や習慣を混乱させ、その敵国の政治体制が他の国々の目に疑わしく映るように仕向け、さらにその国民の自国の体制への信頼を破壊しようという考え方である。活動家たちはただ個人的な不満を解消するために乗り出すことがあっても、自分が諜報部員として行動していることを自覚していないこともよくある。ほとんど誰もが少なくとも一つぐらいは不安を持っているので、よく訓練された注意深い諜報員であれば、たった一人でも不満を煽り広げていく効果的に増え続けている意識に欠ける何百という先導家や協力者たちに訴えていくことができる。拡大増殖し続ける大衆の中で、このような見えない世界戦争という新しい傾向の結果として、最も逆説的な状況が存在することとなる。自分は戦闘に反対していると信じ込み、高い理想を持った学生時代の青年たちが、その人道的かつ共感に満ちた動機にもかかわらず、しばしば突撃専用部隊として最前線の兵士の仕事をしているという事実である。その一方で、従来型の目に見える戦地での戦争、復衛戦であれ展開戦であれ、それに従事している兵士たちがもっぱら二次的なおとり作戦とはいえ、しばしば死に至ることもあるのだが、を遂行しているのである。敵の経済を破壊するという世界の至るところで起こっているこの見えない世界戦争は、とりわけ敵国の弱点と脆さを他の国に知らせることであり、またこのように敵国の信頼性がその国民自らによって破壊されるように仕向けることは、物理的な死を招く放射能以上の荒廃をもたらすことになるのである。なぜならそれは何もしないで全てを成し遂げるからである。そしてそれは時速11億キロメートルで伝わる電磁波によって地球を回るニュースとして作用する。現時点では高度に管理された政治体制は、その管理されたニュースのおかげで自由に育てる開かれた状態を作り上げることよりもはるかに大きな防衛的利点を有している。なぜなら公表流布し、さらには不満を組織的にしたありとあらゆる行動によって、一連の絶望に追い込む連鎖反応を作り出すのに、まず利用されるのが自由主義国のさまざまな刺激的なニュースなのである。アメリカとロシアは両者の最終対決への準備に合わせて年間2000億ドル以上も費やし、心理的ゲリラ作戦にはそれぞれ平均200億ドルを費やしている。ソ連とアメリカ両国はさらに費用のかかる全面戦争が起こる前に相手国の経済を破壊させようと企てた。ロシアで見事な訓練を受けた連中はアメリカにやってくると、今度はその訓練法で別の連中を養成するから、アメリカ国内で養成された連中は自分たちが夢中でやっていることとロシアの間に何かしらつながりがあることは全く気づかない。ロシアはアメリカの学生たちの理想主義をしばしばアメリカの高等教育への信頼を打ち壊すために巧みに利用した。その時までアメリカ人は州が財政的に支援して高等教育施設を提供する約束をする政治家を選ぶという形で教育への盲目的信頼を抱いていたのである。ロシアの戦略家たちはアメリカの公立私立両方の大学の学長たちが彼らの心理攻撃のいいかもだということを知っていた。私立及び州立大学の学長たちは彼らの
教育機関のための基金を調達する施策に携わっていた。学長たちはかつてその必要がなかったので内部にどんな防御も用いていなかった。戦略家たちは学部の教授団も学生も学長にさほど関心を持たず、その学内での地位をも攻撃するのはいとも簡単であることが分かっていた。彼らは学長たちが犯したどんな失敗でも効果的に誇張することができた。1年間でアメリカの100ほどの大学の学長が撃ち落とされた。彼ら誰一人として教授団によって守られることはなかった。教授たちは全員自分が職を失うのが死ぬほど若かったのである。自分の考え方を実践しようとする学生たちの決意が大学の学長攻撃にいとも簡単に利用された。武器技術の発達に関する前日のすべての曲線が上下している間に、軍事関係者が全く気づかないままに防衛のテクノロジーに端を発したより少ないところからより多くの効果を得るエフェメラリゼーションが国内のテクノロジーに転化されるという思いがけない膨大な副産物が生じた。この気づかれることのなかった偶然の副産物は、全人類の 40% の人々が3分の2世紀にわたっての間に持たざる者から生活水準の高い持てる者へと変えていった。そしてそれは全ての人類をそのような有利な立場へ引き上げる唯一の道は、技術的な発明の革新をより加速化していくことによるということを明確にしている。世界中の青年たちによる平和への願いは、やがて科学技術の革命によってしか実現されないことが明白になった。最終的に全ての人類を維持するのに十分な生産ができるように、より少ないものからより多くのことを究極的に成し遂げるための各機能ごとの革命である。そのような仕事は科学技術によるデザイン革命によってのみ達成できるということもまた明らかになった。新たな見えない戦争に巻き込まれるようになったこれらの多くの人々が、自分たちの目的はデザイン革命によってのみ達成できることを発見すれば、世界中の若き理想家たちは自分たちはただ単に先導することで権力者の意識と意義を楽しめるようになったから先導し続けていたいのかという問題に直面せざるを得なくなるだろう。全人類ができるだけ早く経済的物質的成功を手に入れることに従って、戦争を現実に廃棄することに真に目を捧げている全ての人々は、その努力の方向を政治的活動領域からデザイン革命への参加へと転換しなければならないだろう。後者のコースには自己再生し続ける、改良され続ける科学的そして技術的能力の開発が含まれる。さらにはまた、これは個人的教育システムという資源を使って自己開発を開始していくことに熱心にそして献身的に没頭しなければならないことも意味している。前述した第一種の進化のあらゆる傾向は強力な長期的予測データを提供してくれるエフェメラリゼーションとアクセラレーションの統合から生まれた方向と、世界の一人一人にもたらされる社会経済的結果を追跡し続けることが、私が1938年に表した月への9つの鎖と、1950年に雑誌に発表された予測を可能とした。その中で、西暦2000年までに全ての人類は、これまでに人間が知り得なかったほどの、また一般的には馴染みのないほどの高い生活水準を経験するか、あるいは完全に消滅するかのいずれかだろうと私は予測している。この本はすでにこれら第一種の進化の多くの傾向に言及してきた。海軍の科学では科学的に発展してきた4種の予測技術がある。私なりに予測するという意味を定義すれば、そこには主観的なものと
客観的なものとがある。主観的とは、私が何もしなければこれこれのことが起こるであろう。客観的とは、もし私がそうすればこれこれのことが起こるだろうということである。純粋科学とは、経験した事実を秩序づけ、もしそれが証明された時にはそれから法則された原理を導き出すことを意味する。応用科学は、複数の法則化された原理を客観的に利用するための技術的な手段を開発することを意味する。技術、アートとは、人力で十分だったり人力では難しかったり、特殊なケースに応用科学の理論的体系を適用して見事に実現することを意味する。海軍における予測の科学と技術の第一は、一般的な道具、工作機械のデザインと生産である。海軍造船所や海上の艦ドックに収納され組み立てられることで、工作機械はマクロやミクロの双方の特殊なケースの機械を生産できる。それは人間の視覚を超えた次元で制御される角度によって、また人間の生命体としての許容範囲外の温度によって、また人間の筋肉の機動性を超えた重量や大きさによって、また人間の視覚や触感が調整あるいは許容できる範囲を超えた電磁気的な振動数によって、また人間が直接感覚によっては感知できない温度や圧力の領域で、ラキン科学的により公式化した定量と調整によって、一般的にも特殊な場合にも作用するのである。海軍における予測の科学と技術の第2は、第1の科学と技術、アートを利用して船と特殊船舶と他の特殊な道具をデザインするためのものである。こうしてデザインされた艦体は、分厚い水の連続体、すなわちこの地球上の全表面の4分の3を占める海によって到達可能な世界のどこへでも、上空や海面上、そして海面下を航行する際に、空と海の海面の自然条件に対応可能な連動し合うテクノロジーの複合体になる。それは世界の遠く離れた場所に出る特殊でありながら相互に補い合う天然資源を統合していく海上輸送力、そして第二種の進化現象を脅かす海賊、その他ありとあらゆるものから海上交易を守っていく能力と備えている。海軍における予測の科学と技術の第三は、転速工法である。この転速工法によって、我々の船が世界のどこにいようとも、何日の何時に世界のどこに到達するかを確実に予測できる。海軍における予測の科学とは、技術の第四は弾道学である。すなわち、発射されたミサイルの弾道制御の科学とアートである。弾道学は2つの部分、すなわち砲内と砲外に分かれる。砲内弾道学は、大砲から発射されたミサイルの軌道を支配する全ての制御可能な変数を扱う。それらの変数は発射前に作動する。砲外弾道学は、発射後に作用する全ての制御可能な変数を扱う。砲内及び砲外弾道学のこれらの制御可能な変数は、砲から発射されたミサイルの軌道を全体にわたって支配する。砲内弾道学の変数には、砲のデザイン、口径、長さ、夜勤、温度変化による膨張と収縮、その他類似した要素が含まれる。砲内弾道学はミサイルそのもののデザインで、使用する大砲の弾薬とその弾薬の温度にも関係する。砲内変数は徹底的に研究され、科学的に記録され制御される。砲外弾道学の変数は、発射する艦と標的艦の間を吹く風の向きや速さに関係してくる。砲外弾道学の変数には、あらゆる気象条件が含められる。それは砲撃艦と標的艦とそれぞれの進路と速度にも関係してくる。砲外弾道学の変数はたくさんあるが、
法内弾道学の変数ほどは多くはない。法外弾道学の変数にはそれまでに発射されたミサイルの相対精度と弾道を標的に合わせるために迅速に計算され修正に関する情報も含まれている。弾道学の科学で波の激しくうねる海上を高速で操舵できる艦から高速が不明でどちらに進路を変えるかわからない標的艦を砲撃するときに問題となる変数は固い地上の固定位置からやはり固い地上に固定された標的に向けて砲撃する場合の変数とは比べるものにならないほど多いのである。コンピューター以前の海軍の砲術に使われた大きな図には砲弾砲内弾道学と砲外弾道学の基地の全変数の名称と記載欄が印刷されていた。この図は艦中心部の構造的に最も頑丈な位置にある位置測定室の大きなテーブルに秒で止めてあった。砲内弾道データは何か変化があれば修正を加え正しい図に記入された。敵艦が現れるまで砲外弾道データを記入する必要はないが一旦現れると時々刻々変化するそのデータを記入していった。データが全部揃うと複雑な数学的統合を行って方針自体の正しい標準角と方位角が決定される。方針の水平角と垂直角を最初は別々に次に同時に調整して標的艦に目標を定める。この間それとは別に持続的に艦のローリング、ピッチング、そして変装に対する対応を調整して一定に保つようにする動力駆動装置に連動する簡単に回るハンドホイールを使って人間の目と手とで標的艦に狙いを定めていく。砲内弾道データが変わっていく速さは今でもやはりそうなのだが砲外弾道データが変わる速さと比較してとても遅かった。私は海軍士官としてこうしたことのすべてに携わっていたことがある。そして海軍の弾道学に含まれている変数は宇宙の最も複雑な問題に含まれるあらゆる変数と関係させられるかもしれないという可能性に次第に興味を持つようになった。私は航海術と弾道学の結合した科学には宇宙の出来事の予測を支配する全ての変数が包含されているものと直感した。それは次のようなものである。一つ、海軍造船所の工業化。二つ、艦隊の軍事行動と艦のデザイン。三つ、転速工法。そして四つ、全宇宙の二者択一的な相互変換の可能性への人類のマインドで制御可能な関与はことごとく、可変的なデザイン要素が法則化された四面体的複合性に支配され、そうした四つの特殊なケースである頂点の複合体の構成要素としての弾道学。天文学は素晴らしいことにニュートンの質量相互の間に働く引力の法則を十分に利用することで天体、天体群、銀河群の絶えず変化する相対位置に関する包括的なデータを得て地球から数百光年の宇宙の中にある基地の天体の相対位置を今後数十年、数世紀、数十世紀にわたって正確無比に予測することに見事に成功した。宇宙的な考察が包括的になさればなされるほど予測はより正確なものとなると言える。そこで私は宇宙にフォーカスされる最も微視的なかつ巨視的なデータを常に私のあらゆる予測に取り入れることにした。これは明らかに占星術的なスタンセンスではなくて海軍の予測に関する四種の科学とアートを非常に優雅な方法で包括的かつ鋭敏に統合したものである。海軍の科学とアート技術による4つの特殊なケースを除いてデザインシステムは4つの特殊なケースでのデザインシステムは
人類のあらゆる客観的イニシアティブの実現に適応させるための一般化が可能なことは明らかである。4つの頂点を持つ4面体は宇宙における最小限の構成システムである。それは宇宙の情報の中でシステムに無関係なものは全て排除して、システムに関係する情報は全てを含んでいる。4面体の構造システムではシステムの変数である4つの独自のグループの間に6つの独自の相互関係が存在している。我々はすでにこの本の他の章や他の著作で手工業と産業用の道具との違いについて述べてきた。すなわち手工業の道具は槍、弓と矢、陶器、籠、火などのようにある個人がたった一人で孤立して発明し生産するが、産業用の道具は一人では生産できない。なぜならばコミュニケーションの必要性が生まれ、コミュニケーションの手段が発明されるには二人の人間が必要であり、だから我々は話し言葉は最初の産業用の道具であったと考えるのである。はじめに言葉、すなわち産業化の始まりにおける技術的に効果的な人間の協力がありき、話される理解される言葉は生命の挑戦に対応する方法に関する人類の情報の発達を大いに促進していった。海軍の4種の科学とアートによって第一種の進化を発達させた産業革命がもたらした人間の能力を協力的で相互利益的なシステムとして整理することが可能になる。これは金儲けを独占することを動機にした企業や個人的名声を求める産業化のための幻想的なプロパガンダにより搾取することを動機にした政治とは異なっている。貪欲な法律家資本主義者の章には、企業が自らの特殊なケースを自己に有利にしようとして産業を支配するやり方が詳細に述べられている。貪欲なという単語の適切な意味については1979年8月6日のタイム誌を参照できる。石油会社のこの気力的な利益、ガソリンを買い求める長い列が続いた記録が未だ生々しいので、先週発表された多くの石油会社の収益報告書はとても歓迎できるものではない。この業界は第二四半期において過去最大の利益を上げようとしている。合衆国の 2,3 の大企業の収益は合計574億ドル、前年同期よりも 66% 増加していた。5大国際企業の中では適作者の利益は 132% も跳ね上がって 3.65 億ドルに達した。その他の企業の利益はといえば、エクソン社は 20% 増の 8.3 億ドル、モービル社は 38% 増の4億ドル、ソカル社は 61% 増の 4.12 億ドル、ガルフ社は 65% 増の 2.91 億ドルであった。上記の利益は第一四半期の高収益は上回るものであった。上半期について言えば、五大企業の利益の合計は 4.6 億ドル、すなわち前年同期よりも 49% 増であった。政府が厳しく管轄する NASA のアポロ計画、フロリダのケープカナベラル打ち上げ基地、テキサス州ヒューストンの管理センター、アラバマのデザイン、理論開発拠点およびワシントン DC の管理本部は、企業の産業施設を使用しているとはいえ、人類の真剣な活動を結集した共同プロジェクトであった。劇的に公表された宇宙飛行士たちの間でさえもったいぶったうぬぼれ気晴らしも許されないほどに緊迫していた。彼らの個人名は宇宙飛行士という名誉の曖昧な全体像の中に薄らいでしまっていたが、人間をロケットで月まで空間輸送し、安全に宇宙船地球号に帰還させるという歴史を通じて最も不可能と想像されていながら、科学的には可能な偉業を達成するという
人類の産業的な共同能力を堂々と示すことによって、それはこの上もない崇高なものとなったのである。我々は今、見かけはそれほど劇的ではないが、ずっと困難な仕事の達成に直ちに取り組もうとしている。すなわち失敗ばかりしていて、我がちの貪欲さを持ち、自己本位の浪費家で、恐怖と劣等心にならされた人類を包括的かつ永遠の成功者に変える仕事を成し遂げることに、しかもそれを10年以内に成し遂げようとしている。私は1927年、53年前にから科学と産業に関連するデータのできるだけ包括的な目録を作成して、我々のこの宇宙船地球号とその乗員に影響を与える動向について、系統的で科学的な予測をする仕事に取り掛かった。この予測には、我々宇宙船地球号とそのすべての乗員のための資源の包括的な調査目録の作成も含まれていた。これらの資源は物質として結合するエネルギーと放射として分離されるエネルギーに分類される。メタフィジカルな資源は法則化されたすべての原理の目録と特殊なケースに関する知識による考察の目録とに分類された。私は自分が宇宙的な規模の予測に関わるために包括的に適応していることを確実にするために、1927年以降、自然に内在する数学的座標システムの発見とその科学的証明に取り掛かった。この探求はすでに1899年、4歳の時から直感的に始めていた。宇宙の座標システムの探求とその発見に成功した経緯は、2巻、各巻とも800ページからなるシナジェテックス、マクミラン社、1975年、巻に包括的かつ詳細に述べてある。私のかなり高精度な予測科学を理解したい人ならば、誰でもシナジェテックスを勉強する必要があるのを認めるだろう。それらは私の予測に関連する変数が全て含まれることを保証する方法を発見したことを明確にしている。シナジェテックスとや、その他月への9つの鎖など、私の著書を勉強する時間がない人には、私が作成した人類による化学元素の分離に関する760年に及ぶ図表のような研究を提案しよう。その図表によって重水化学は世界を周回し、人間を保護し、輸送し、環境を制御し、必然的な人間における加速する加速度を持つ人間の進化に応用されて、化学技術と相互関係を形成することも明らかになる。1942年に私は科学上の出来事が規則的な速度で起こるものかどうかを発見する方法を探求した。もちろん私はできることを適切に切り離して、純粋に科学的なものとそれほど純粋に科学的でないものを分類することが最初に関数をされなければならないというかなり重要なことに気づいた。取り掛かってみると、ある一つの純粋科学での出来事の一連の動きが一つの閉じたシステムに属していることにすぐに気がついた。すなわち92の再生する化学元素の形を科学者が暫時分離していった歴史である。この形には厳密さと連続性を持つ番号が付されており、その構成元素の特性が混同されることはない。つまり一つの電子には一つの陽子、二つの電子には二つの陽子というように、私はこの元素の分離を時間軸に沿ってプロットした図表を作成しようと決心した。人類による元素の分離の歴史は、1250年にイタリアでヒ素が分離されたのが最初である。そこで私は1250年から2010年に至る760年間の図表を作成した。私は将来20個のウラニウム以降の元素が分離されることを想定して、その図表にそのための余白を取っておいた。私が図表を作成し発表した1年後に、
ウラニウム以降の元素が最初に分離された92の元素のうち、最後に発見された原子番号61のプロメチウム、は1954年、すなわち私が受賞を発表した12年後になって初めて分離された。ウラニウムよりも以前の元素の分離は規則性をもっては生じないのである。私は760年間の図表を作るにあたって112のステップが縦に連なるようにして、各元素が分離されるごとにその位置が一段ずつ上昇するようにデザインをした。歴史が始まった時に人類はその初期の段階ですでに9つの化学元素を分離し使用していた。炭素、鉛、スズ、水銀、銀、銅、硫黄、金および鉄についてはどのようにいつどこで分離されたのかは不明である。これらの元素は1250年に人類が初めて記録を作るよりもずっと以前から世界のさまざまな場所ですでに使用されていた。すでに9つの元素が分離されていたので、私は図表を9段階上がったところからプロットし始めた。私は33番目の被層、10番目のステップに置いた。次に分離されたのは200年後の51番目のアンチモンである。その次の15番目のリンが科学的に分離される1670年まで220年の間隔を置くことになる。さらに62年を置いて1732年には27番目のコバルトが続いて、同年78番目の白金が分離された。その後の分離は平均2年間に1個の割合で発見されていく。5番目のホウ素が分離されるまでの続く40年間はその速度は著しく加速された。すなわちこの40年の間に新たに31個の元素が分離されたのである。1810年のホウ素と31番目のガリウムの間では速度が低下し、71個の元素が分離されるにとどまった。ガリウムと63番目のユーロピウムとの間には新たに12個の元素が分離された。ユーロピウムから84番目のポロニウムまで5個の元素が獲得される間の速度は非常に着実なものであった。それから89番目のアクチニウムから75番目のレニウムまでは際立って速度が落ちた。次の5個の元素の分離、すなわち43番目のテクネチウムから94番目のプルトニウムまではほとんど垂直的な速度で進み、これら5個の元素はすべて1930年から31年の1年間に分離された。後年までは発表されなかったが、1932年から69年の間に96番目のキュリウムから103番目のローレンシウム、103番目は偶然103番目の発見となった、まで連続して10個の元素が分離された。超ウラニウム元素の分離はかなり着実に上昇しているばかりではなくて、それらは全て連続する原子番号順に連続して分離された。これに反してウラニウムより以前、つまり92番以前は、以前の元素には連続した番号順に従って分離は見られなかった。我々がここで目にしているのは一連の加速と減速である。加速は必ず平時に、また減速は戦時に生じている。戦時には科学者が平時に返したものを軍部が使用する。純粋科学の中でも最も純粋な行為である化学元素の分離が平和な環境下で生じることは極めて明白である。この純粋科学における全ての元素の分離に関する760年にわたる曲線が歴年に対する全体的な加速度曲線である。私はそこで大学のカリキュラムに、ここ何年間にわたり現在の純粋科学が行っていることが組み込まれていないことを思い出した。
何年か経てば応用科学が純粋科学の上の発見を何か発明として特殊ケースの目的に利用することになるだろう。産業が発明を利用することによって日々の出来事の環境が変わり始める。変化した環境は人間の日々の生活に進化的な発展を要求していく。そこで私は環境の発展がライフスタイルを変え新しい経済時代を到来させるということを歴史的に証明していると考えた。なぜならば技術の進展を取り入れた環境科学技術の発展は明らかに純粋科学の発見に根ざしており、環境の変化が人類の経験に新時代を導入したからである。私は歴史上の他の全ての発明から人類の有利な立場をもたらす環境制御の独特の発達段階を分離することを自らに果たした。この独特の段階こそ、もしそれがなかったらば人類が消滅するであろう状況下で我々を繁栄させることができたのである。そうしてそうした環境下で独特の形で発展させたライフスタイルの中から環境制御の外側から働くエネルギー管理を達成し、それによって環境制御装置に乗員を搭乗させ、その乗員による完全な管理下にある地球周回路に乗り出していこうと考えたのである。図表の上端に沿って見ていくと、マゼランは1520年に殺されるまでどのようにして大きな斡旋を使い世界の隅々まで到達したかを知ることができる。彼の乗組員たちは2年間かかって世界一周を達成した。それから350年後、人類は鉄鋼の蒸気船で地球を一周した。その75年後に人類は特殊アルミ合金製の飛行機で世界を一周した。さらに35年後、人類は金属による新型のロケットに乗って世界を一周した。木造帆船は世界一周に2年間を要したが、鋼鉄汽船は2ヶ月、アルミ製の航空機では2週間、そして金属の新型ロケットカプセルはわずか1時間余りで惑星地球を一周したのである。このように、周航のアート、技術が起こした過程でどのような段階にいた人も次に来る高校の段階だと無相談にしえなかった。この図表の上端には科学の成果に対する基本的な加速曲線が時間に即してプロットされている。この図表には周航技術の4つの反対の発達段階の各間で350年から75年、さらに35年へと連続して間隔が短縮されていく第二次の加速化が視覚されており、さらに就航に要する時間が2年から2ヶ月、2週間、さらには1時間と短縮されていく第三次の加速化が視覚化されている。全く思いもよらない新技術がその短縮の速度を速め、1985年までには人類を無線電信操作によるか、あるいは予期できないが、それと対等な方法で地球の周りを伝送できるようになるかもしれない。私の予測について基本的な概念だけを知りたい人のために、私が数多く図表で明快に示した53年にわたって維持されてきたエフェメラリゼーションの曲線、例えば航空機のエンジンの馬力あたりの重量が毎年減少してきた記録を指摘しておこう。フォーチュン誌の10周年記念号、1940年には私が産業化についての用意した記事が載っており、そこには様々な技術のフェメラリゼーションの図表が示されている。人類の経験と学習についてこのような包括的な調査をすることによって、我々は人類が法則化された原理を発見して、さらにこれらの原理を客観的に特殊ケースの技術に利用できるマインドを与えられていることが次第により明らかになってきたことを学んだ。このことから私は
第二種の進化はそれ自体計画されたものではあるが、時として第一種の進化の最終段階に達したことから生まれてくるという過程を導いた。人類は試行錯誤からのみ学ぶという全くの無知な状態から進歩し、したがって彼らの長い期間にわたってどれ一つとっても間違った理由で正しいことを行ってきたのは論理的なように思われる。自然はミツバチに外に出て植物に鷹受粉するように命じ令したわけではない。自然はミツバチの染色体に蜜を追って植物に何気なく直角で鷹受粉させるようなプログラムをしたのである。自然は人類の染色体を、私は空腹だ、私の子供たちも空腹だ、私は寒い、私の子供たちは寒い、食物と着物を探せ、それにはお金がかかる、お金を得よう、私は稼がねばならないと言われている。分かった、私は稼ごう、と告げるようにした。蜜のように甘い金を得よう、ザクザク金鉢。人類の染色体は世界中のすべての人のために働けと言ったりはしない。ただマインドだけがそう知らせることができるのだ。第一種の進化は、惑星地球上の生命の生態環境の複雑な再生の統合を支援するために、まず全ての植物をデタラメに起こっているエントロピー的な太陽の放射を光合成によりシントロピー的に高度に秩序正しい分子構造、それは他の秩序正しい分子的な増殖する生物的有機体によって消費されるものに変換するようにデザインしたのである。生態学的相互作用のシントロピー的な複合によって、人間社会の斬新的な行為が悪知恵や筋肉ではなくてマインドによって行われるようになったばかりではなくて、人間のマインドは意識的に宇宙の局所的な情報の収集者として、かつ局所的な宇宙の問題解決者として行動するように導かれた。全ては永遠に再生する宇宙の統合性を支援するために。人類が法則化された原理についての十分な知識を得たならば、第二種のエントロピー的で利己的な進化から第一種のシントロピー的で共同的な進化に乗り移ることができる時期が進化的に到来して、その後は正しい行動には全て正しい理由が伴うようになるのだろう。本書で私は、人類は今や人類の事象を第二種の進化から第一種の進化へと転換できる重大な瞬間に差し掛かっていると考えていることを鮮明にしなければならない。全人類が第一種の進化のエントロピー的なナンセンスを卒業して、シナリオ宇宙に基づいた永遠の再生と統合を支援するために、第一種の永続的に相互変換となる進化への要求にかなった意識的でシントロピー的な参加へ乗り移るために、正しい情報を十分に獲得していく状態に達すると想定すれば、貪欲な法律家資本主義者第三章三章こそが、そうした状態を目前に控えてこっそりと都合の良いありとあらゆる悪しきことをする最後にして最大の潮流だとみなせるのである。予測はしばしば主観的な科学であり、我々に起ころうとしていることを予想する。航海術と弾道学とは常に客観的科学である。それはもし我々が法則化された原理に基づいて局所的な系統的相互変換の可能性を支配している数学的な統合が可能な全ての形を用いれば、これから何が起こるか予測できるからである。法則化された原理には、宇宙ゲームの毎回変えるどの手にも方向転換するためのネガティブとポジティブな選択が可能な6つの動きがある。それぞれの転換点に許された6つの動きは4面体システムの6つの辺であり、それはシナジェテックス第2巻の、項にはっきりと説明してある。第1種の進化は、人間が旅行をしたり探検する範囲と頻度、
そして安全速度を増大させ、情報を発達させるのに成功した。さらに人間は環境をコントロールする予想手段と局地的に環境をコントロールする居住を発達させ、科学技術の進化がなければ対処できなかった条件下での生存を可能にした。これらはすべて見事に作用する永遠に再生するシナリオ宇宙のデザインを支配する法則化された原理に人間のマインドが接近することによって与えられた結果である。宇宙計画にはロシア人とアメリカ人が着手をしたが、双方とも相手方を封じ込めるという軍事的に近接した意図を抱いていたので、それは第二種の進化的な出来事でしかなかった。しかしそれによって人類は局所的宇宙における移動と情報収集の範囲、速度、頻度が継続的に増加するという第一種の進化への意図的な参加の可能性と、こうして到達した範囲がより拡大した宇宙でのより多くの局所的な問題解決への参加の可能性をも切り開いたのである。宇宙計画は航海術、弾道学、天体物理学、金属学、化学および生物人類学を統合したものである。生物人類学とは、すでに健康な生活をさらに健康に保つために積極的な第一種進化が環境面から主観的かつ客観的に、そして情熱的に制御できる出来事に予測的に加える改良である。それはこれまでの人間の生命に致命的に敵対してきた環境の中に安全に浸透していくことであり、あるいはこの世もなく健康なものがさらにその最適な状態を続けていく機会を改善していくことによってであれ、あるいは最適な健康状態を楽しむ人の数を増大させていくことによってであれ、結局人間が誰一人最適な健康状態を失わないように働くのである。生物人類学は基本的には健康を損ねた人々にのみ関係する第二種の進化の医療を引き継ぎ、第一種の進化の拡大である。複数の計画的客観的感覚を統合した宇宙計画は、包括的デザインサイエンスによる個別的な部品生産、半組み立て部品、一般組み立て部品、段階的全組み立て部品テスト、及び最終段階としてのいわゆるクリティカルパスを使用しなければならなかった。クリティカルパスは、かつて達成されたことのない所定の目的を効果的に達成する上で成し遂げなければならない完璧なリストを開発する。アポロ計画とは、人類を月に送り、そして着陸させた後、再び母なる宇宙船地球号に安全に帰還させる計画の公式名称であった。アポロ計画におけるクリティカルパス組織上の途中で、宇宙飛行士が安全に宇宙船地球号に帰還するには、約200万項目の仕事を間違いなく、完遂しなければならないことが明らかになった。NASA のアポロ計画首脳陣は、この200項目の仕事を検証するために、科学的、技術的に有能な管理グループを配置した。このうちの100万項目は、人類がそれまで着手したことがなかったデザイン、生産及び運用に関しての技術的な性能が要求されていた。本書で我々は戦士時代と宇宙の中の人間の技術史、技術社会史に目を向け、次いで貪欲な法律化資本主義の章では、忘却か、それとも未来の適切なユートピアに向かっての重大な岐路に立って危機にかろうじて耐えている瞬間を人類に提起させながら、半世紀間もその危機的な状況に差した第二種の進化の出来事全体にわたる全てのパターンを年代順に記録した。自動車は1820年代には次第に大衆的になりつつあり、燃料として基本的に枯渇する化学燃料を使用しているので、現在我々が経験しているような人類史上の危機的な瞬間が近づいていることを、私だけではなくて多くの人々が
半世紀も前からはっきりと予見できることであった。しかし私はこの問題をはじめとするあまりにも大きすぎる問題について何か個人的にできることがあると考えている人に出会うことはなかった。それにもかかわらず私は全宇宙船地球号とそのすべての乗員の再生に関わることのみに人生を委ねた。だからこそ1927年に私が33、2歳になった時にこの生涯を託した仕事を始めるにおいて際して採用した自己規律についての章を本書に収めた。こうした規律は私の人生のバランスに委ねた自己投入に含まれる。フィジカルな重要性とメタフィジカルな完全無欠性の観点から適用された。規律の中の多くは現在無面で無名で経済的に不安定な一個人がこの世界的危機の中で効果的に機能する方法を大いに関連している。1927年から間もなく自分で採用した訓練と年を経ながら断じ的に自分自身に採用してきた仕事と発見された誤りとの重大な統合であって、またそれによって何度も学んだ教訓についての目録でもあるワールドゲームを開発した。ジオスコープとワールドゲームの章は人類が10年以内に達成しなければならない。さもなければ人類はおそらく絶滅する。クリティカルパスの図表化を計画する上で重要な枠組みを作るための参考となるだろう。この本の最終章はクリティカルパスそのものに焦点を当てて、本という本質的に限界を持つ一人の人間による1927年以降の予測的な定式化を構成している。予測的な定式化とは1927年から全人類が宇宙で幸福に生き続けるために新しい時代をもたらす境界線を横切る間の効果的に達成しなければならない絶対に欠かせない仕事の順番のことである。私のクリティカルパスは他の人が大いに改善できるはずであり、またそうなるだろう。しかし今必要なことはアイスブレーカー採用船の役割を果たすクリティカルパスの提案なのである。ここに示すのは私自身の自発的なクリティカルパスを系統的に順序立ったものである。それを発表するにあたって私はまずできることならばすでに紹介された諸概念のかなり強力で完全な一般化を発展させる必要がある。ちなみに我々は全宇宙をシステムの外側の全宇宙、現在は同調を外した無関係なマクロコスモとシステムの内側の全宇宙、現在は非同調のミクロコスモ、そして現在は個々に統合するとともに、そして現在は個々に宇宙と同調をする小さな残余のすべて、これがあらゆる関連付けによって考察され、同調した現在の共通意識を、共通知識を統合するとともに、宇宙分割システムを構成していることへの分割していくものとして、システムの初期概念を開発した。システムは思考とアイデアの概念的な派生物を科学的に記述する。システムのこうした反宇宙的、四次元的、幾何学的な概念化は、すなわち科学的な法則化である。シナジェテックス第1巻および第2巻にあります。人体はシステムである。それは活気に満ちて作用する。不可欠な諸道具の複雑だが非常に重要なシステムである。そのうちのいくつかは一般的な外的な諸道具ばかりではなくて特殊な内的な諸道具すべての目録を製造、保全、修理、そして交換する内的な機能を担っている。人間の手や目などの統合的な外的道具はすべて高度に汎用的ながら状況の制約を受ける可能性を持っている。例えばそれらは
裸の状態では極めて狭い温度範囲にしか役に立たなくなってしまうが、その限界温度内ではの用途は数限りない。原理を発見する人間のマインドは特殊ケースのためのあまりに使用されない非統合的で自己から分離した思考業用の道具を考案する。やがてそのうちに人間のマインドはさらに多くの原理を発見して有機的に統合されている道具を使用して、一斉ハンマー、ナイフといった簡素の体から分離した手工業用の道具を操作し、鍛冶屋の炉と金式、金属製ハンマーとヤットコといったはるかに効率的で汎用的な工業用の道具を生産する。鍛冶屋はこれを使ってさらに一層専門化された道具、すなわち金属製バッテ、木槌や一斉ハンマーをしのぐ鍛造した金属製大工用ハンマーを生産する。人間のマインドは土仕事の道具に牛、水牛、ラクダ、象などをつなぐことに付随した連続した経験に刺激され、風車、水車を発見し、次にそれらを穀物の製粉用の石臼と組み合わせた。やがて人間の筋肉以外へのエネルギーも使用する原理を思いつき、旋盤、ボール盤、金属平削り盤、フライス盤、剣削機、型削り機、縦削り機などなどからなる工作機械と呼ばれる道具類を使用するようになった。これらの工作機械はもともとは人間の手とその他の有機的に統合された外的な道具によってずっと制約の多い条件下でほぼ成し遂げられていた金属材料の成形と表面仕上げの機能をずっと正確にかつ強力に果たすことができる。前述の内容には全て仕事や物質としての、そして相互を交換する複合体としてのエネルギーが含まれる。このような複合化した内部及び外部エネルギーの相互変換と交換は内部代謝及び外部代謝と呼ぶことができる。我々は法内及び法外弾道学の一般化に向けてすでに導入した複合的諸概念の多くをさらに複合的に統合するために徐々に作業を進めている。それはエネルギーの相互変換及び交換をして内部代謝及び外部代謝と呼ぶことができる。人間の有機的身体にとって内部及び外部の代謝システムという名称は何ともふさわしい。我々はこれら内部及び外部の代謝システムにおいて内部の道具は高度に一般化されているのに対して外部の道具は高度に専門化しており、多くの変数に対応できることがわかる。さまざまな道具ごとのデータにはほとんど変化がなく、すなわちシステムがほぼ一般化されればされるほどその構成要素の目録上の変数はより少なく、それゆえ偉大なる科学上の法則化は永遠で決して変化しないのである。海軍の科学と技術の推移を見ると、海軍工場の工作機械はほとんど変化しておらず、ゆっくり改善されているだけであり、予測科学と技術の第二進目である艦隊と艦船のデザイニング、そしてそれに絶対必要な法内弾道学は、海軍工場の工作機械の設計図よりも頻繁に変化した。球面三角形による航海用機械学は、それ自身は永遠に不変の法則化された原理に基づいていたが、法外弾道学という航海術は急速に変化する海との気象条件に対応していたからである。我々は産業化の概念とは外部化する人間の代謝システムであることを発見している。我々は我々のクリティカルパスが全体的に関連してしばしば変化し、広範囲に分類され専門化された外部の代謝システムの連動性から成り立ち、人間によって運用される寸前であり、その人間そのものが限定された範囲のほとんど変化しない内部及び外部の
代謝システムであるということを発見する。 A、 この本の自己規律の章で、私が貢献できる人の数が多ければ多いほど自分が一層効果的になることを詳しく述べた。したがって私は全ての人に貢献できれば最高に効果的であること結論付ける。 B、 私は社会科学であるはずの上記 A が自然科学、すなわち天文学や天体物理学の事実に似ていることを見出している。それは全体的な基地の宇宙を扱っている。さらに数百年という幅で予測される出来事によって確実に証明されている人類の最も遠い未来について、信頼できる予測の記録を保持している。 C、 シナジー現象に密接に関わる科学的な法則化がここでは働いているように見える。これはシステムの各部分を個別に検討している時のシステムの部分の行動や全体の部分としての諸特性からは予測できないシステム全体の行動である。ここで推測されることは、宇宙において人類を効果的に機能させる上で利用される法則化された原理の全ての系を総合的に利用することは人間を最も効果的にする。全ての科学的な法則化はシナジー的である。すなわちそれは数学的にのみ記述可能な異なった速度で相互に変化する。システム各部分の科学的に発見された相互関係を記述する。この相互関係はこのシステムのどの部分であれ別々に検査したものではわからない。 D、 上記 A、 B および C に共通して使われている法則化とは、最適に効果的であるためには最初から最も包括的な仕事に最も包括的かつ鋭敏で詳細な方法で着手せよということである。全人類を恐るべき無知の自己破壊から自発的に免れさせ、さらにデザインサイエンスによる人工物が生産し誘導し維持することが可能な全ての人々のために、かつてない高い生活水準を一世代で成就することを目指す。実際に実現可能な手段からなるクリティカルパスの開発に着手する過程で、我々は前期の A、B、C、D から隅々まで完全な注意を払いながら最高の仕事に着手することを教えられている。我々はこれまで述べてきたことのすべてからできるだけ神の観点、忍耐および力に近づくことを教わった。クリティカルパス1終了。